やっぱり私が言うことじゃないよね。でもさ、私からもお父さんと距離を置くようにするから、レイナちゃんのためにも協力してくれないかな。レイナちゃん、リナさんの言いたいことは分かりました。よかった。ちょっと苦しいよ、レイナちゃん。ちょっと本当に苦しい。父さんは騙せても私は騙せないから。違う。これは正しい努力なの。人を幸せになるための努力が許されてる。レナの一世一代の頑張り物語だから、もっともっともっと頑張らないと。レナさん、リカをひなみ沢にとどまらせることができたら、その世界では必ずあなたも幸せにしてあげましてよ。レナが倒したの。